近世遺跡近世遺跡は、山梨県北都市大泉町や都市近世に所在する複合遺跡。国指定の史跡である。近世遺跡縄文時代の集落跡や、祭祀施設と中世の城間跡や、集落跡が複合した遺跡。県北西部に位置し、八ヶ岳南麓の尾根城に立地する。標高は760から80メートル付近。 旧大泉村域の最南部に位置し、縄文遺跡が集中する北側を A 地区、中世の遺跡が集中する南側を B 地区として区分されている。A 地区の縄文遺跡では、住居主群と排斥遺構や石組みなど、埋葬施設や祭祀施設が複合した遺跡であることが特色とする。八ヶ岳山麓は、縄文時代の遺跡が濃密に分布する地域で、富士山や、 奥秩父連山をはじめ、後世に信仰の対象となった山々を望むことができる立地にあり、北都市大泉町域でも、縄文前期後半の天神遺跡を、はじめない規模な集落遺跡が見られ、祭祀的遺構も多い。近世遺跡は、気候が寒冷化し、遺跡数も減る、縄文後晩期の遺跡で、山梨県内でも、同時期には、集落跡と、 採終施設が複合した遺跡が出現している。1980年、補助整備に伴い、山梨県教育委員会による発掘調査が行われ、38棟の住居し5基の排斥移行が確認されている。住居しは、縄文5番記が中心で、縦穴式住居や敷石住居、石組住居など。石組は、方形や円形で、立石、石棒 丸石などが配置された形態で、石棺状以降からは焼けた人骨片や耳飾りなどの送信具も出土しており、母前祭祀行為が行われていたとも考えられている。出土遺物は200点を超える土偶の他石棒、石鹸、特古石、祭祀用土器などの祭祀遺物のほか、日用品や土製耳飾りなどの送信具が出土している。動物遺体では、縄文時代の月グマ。 イノシシ、ニホンジカ、ニホンカモシカなどが出土している。特に遺跡一角の直径1.3メートル、深さ60センチメートル程度の円形の土壕内部から大半が幼獣である焼けたいの獅子の下顎骨が138個体分出土している。出土した駕骨は115体が幼獣のもので多くが被熱していることが指摘される。こうした出土状況から イノシシオ獣の下顎を火にくべる宗教的行為が想定され、アイヌの熊送りの儀礼であるイオマンテに通じる何らかの狩猟儀礼や農耕儀礼が行われていたとも考えられている。また、縄文時代にイノシシの使用が行われていた可能性がある事例としても注目されている。B 地区からは縄文後期や平安時代の住居跡も見られるが、中世の移行が主体となっている。 15世紀のものと考えられている49期の地下式土工群や人骨が検出された墓口や、墓庫や16から17世紀の住居跡が10頭以上、溝状以降や内堀、水溜まりと考えられる石組以降が検出されている。地下式土工は、墓所や貯蔵穴、隠れ穴などの説がある。位置的に隣接する旧長坂町域にあたる、 深草や跡の外郭部以降と考えられている。出土遺物は土器や陶磁器類、石臼など石製品や金属製品などの日用品、戦火など、縄文時代の精神文化が伺える貴重な遺跡として発掘調査の行われた翌1983年に国の史跡に指定された。付近は住居が復元され公園として整備された。出土遺物は 甲府市の山梨県埋蔵文化センターや山梨県立高古博物館などが所蔵している。ありがとうございます。